25式銅座は陸上自衛隊の施設課が使用している走行付けのブルドーザーである。製造は小松製作所、愛称はビッグウブルの他に部隊内では走行銅座や単に銅座とも呼ばれる。戦闘下での土木作業が可能な走行を有する中型銅座程度のブルドーザーとして技術研究本部と小松製作所で共同開発された。 1969年から開発が始まり、1975年に正式採用されている。約100両が生産された。二つの運転台を有し、作業時はドーザーブレード側の運転台で、走行時には反対側の運転台で操縦する。これはドーザー、ブレード側を正面として高速走行した場合、十分な視界が得られなかったための策である。 ドーザーブレード側の運転台は回転式で作業時、移動時に合わせて方向を変えることができる。ライトと方向指示器は車体の前後に取り付けられている。ドーザーブレードは中央から2つに分割されており、作業に応じて外反、内傾させることが可能である。輸送時にはドーザーブレードの幅を縮めて行う。エンジンはドーザーブレード側に搭載されている。 装甲は小銃弾及び砲弾片から防護できる程度のもので操縦席の窓にはシャッターを下ろすことが可能である。サスペンションはトーションバー式で最小回転半径は約6.5メートル、途半能力は最大約60%、途小能力を約1メートルまで有している。側面を主に建設工兵である施設団に 配備されていたが、施設作業者の配備が進んだため、方面施設部隊への配置転換が進んでいる。しかしながら施設作業者の毎年の調達がごく、少数に限られているため、本州以南での師団、旅団施設部隊では、未だ第一線装備として運用されている。走行を有する建設車両ということもあり、普賢岳火山災害や、カンボジア PKO でも使用された。 ありがとうございます。